さあ、滋賀県ラーメン巡り第一弾、麺屋紅葉軒。こちらは滋賀ラーメン食べログ4位 3.68、 日本でトップ5000に入っている超有名店です。こちらは中華そばも有名なんですけど、つけそばが有名ということで来ました。こちらから100m 先には滋賀県ラーメン食べログ1位の日光さんもありましたね。結構密集してますね。こちらは日曜日の10時半にお伺いしたんですが、先客3組。そうですね、こちらはオープン前に来た場合は、ウェイティングシートに記入するそうなので、こちらのように記入してください。その後7組待ちぐらいが続いてましたね。今日はつけそば 900g と炙り丼を注文しました。つけそばは魚介、醤油の返し、油が結構多めでしたね。そして鶏ガラの出汁ですね。麺は北海道の小麦を使った麺です。紅葉軒のこちらが謝税ですね。人が集まる、笑顔が集まる、人とつなぐ場所、たくさんの人を笑顔にしながら夢を咲かせる場所、ぜひ咲かせていただきたいなと思います。こちらが厳選食材ですね。やっぱ厳選食材、食材にこだわると美味しいつけ麺ができるんじゃないでしょうか。こちらがつけ麺です。結論から言うと美味しいと思いますね。ただ欲を言えばインパクトに欠けるつけ麺だったんじゃないでしょうか。油が結構浮いてましたね。まあ、油が多いと美味しい感じですね。魚介の嫌な味もせず非常に美味しくいただきました。味玉は半熟卵ですね。こちらが炙り丼、一味がインパクトになってましたね。ちょっと辛い甘辛い炙り丼で、結構お腹満たすためにはいいんじゃないでしょうか。こちらの炙り丼も美味しかったと思います。本当美味しかった、ごちそうさまでした。滋賀県食べログ4位麺屋紅葉軒さん、よろしくお願いいたします。 Twitter、 Instagram もやってます。ぜひご来店お待ちしております。バイチャー。